コーリンベリーは日本の競争馬、2015年の JBC スプリントに優勝した。8月3日、小倉競馬場に歳新馬に小牧太市で出走したが、11着に敗れた。1月11日京都の3歳未勝利戦で初勝利を挙げると続く500万下、昇竜ステークスと3連勝を果たす。その後は惨敗が続いていたが、12月28日の ファイナルステークスを制止この年を終える。初戦のフェブラリーステークスは出遅れて後方からの競馬となり10着。4月のコーラルステークスは中段追走から直線で先頭に立つと後続を引き離し解消。続くカキツバタ記念は先手を奪うとマイペースで逃げ切り勝ちを収め重賞発制覇を飾る。その後、プロキオンステークスに着。 東京坂月3着と赤杯だったが、11月の JBC スプリントは、コースタートから花を奪うと直線でも後続を突き放し、最後はダノンレジェンドの追撃を振り切り、J プニー初制覇を飾った。12月のチャンピオンズカップは13着に、終わりこの年を終える。2016年2月21日のフェブラリーステークスは15着と大敗するも、4月の 東京スプリントを制止重賞3勝目をマークする。その後は勝ちきれないレースが続き、2017年12月16日付で JRA の競争馬登録を抹消、大井競馬に移籍した。一席初戦の白崎賞は4着、アフターゴスター賞は大きく離された新狩り負けに終わり、8月31日付で地方競馬の競争馬登録を抹消された。今後は、 繁殖品馬となる。ありがとうございます。